コンステレーション計画。コンステレーション計画とは、NASA が進めていた、有人宇宙機計画で、アレス・ワイ・アレス・ヴ打ち上げ機と、オリオン宇宙船、アルタイル着陸機から構成される。これらの宇宙機は多様なミッションに適合し、国際宇宙ステーションの輸送や月着陸に供される予定だったが、計画の遅れや予算の圧迫を理由として2010年に中止が発表された。 コンステレーションの大半の機材は、スペースシャトルを原型として開発されたが、システムはアポロ計画に似たものを採用していた。NASA はコンステレーション計画を21世紀前半におけるアメリカの力の及ぶ範囲を低軌道から月へ広げ、火星探査へつなげる重要な計画と位置づけていた。このうち、有人ミッションについては、マーキュリー計画、ジェミニ計画、 アポロ計画、スペースシャトル計画と国際宇宙ステーションで培った成果を発揮する計画と位置づけていた。アレス・アイは有人用使い捨てロケットで主にオリオン宇宙機を地球低軌道に投入するために設計された。一方アレス・ブイは貨物輸送用使い捨てロケットで主にアルタイル月面着陸機を地球低軌道に投入するために設計された。 有人月探査ミッションにおいては、アレス V が先に地球低軌道に地球離脱ステージとアルダイル月面着陸船を打ち上げ、その後同じ軌道にアレス I がオリオの宇宙船を打ち上げ、両者が宇宙空間でドッキングし、一体となって着き、周回軌道に向かう予定だった。アレス I は試験機、アレス IX が2009年10月に一機のみ打ち上げられた。 アレス・アイは第1弾にスペース・シャトルで使用した固体燃料ブースターの能力向上計を第2弾エンジンにアポロ計画で使用された J-2 ロケットエンジンを近代化した J-2X を使用する計画であった。アレス・アイ X は1弾にシャトルと同じ SRB を使用し、2弾より上はすべてモックアップを乗せた機体構成で打ち上げ試験が行われた。 アレス・ -I とアレス・ -V を含んだコンステレーション計画が中止された後、NASA は地球人、貨物打ち上げ要庁を大型ロケットとしてスペースローンチシステムを開発中である。オリオンはアポロ司令船に似た4人から6人乗りの乗員部と円筒系のサービスモジュールから構成される。CM は10回程度の再使用が想定されていた。また、ミッションに応じた、いくつか。 派生型が用意され、ブロック I が国際宇宙ステーションへの乗員の王冠に使用され、ブロック E と EE が宇宙探査に使用される予定だった。オリオンはその後打ち切られたコンステレーション計画から切り離され、開発が継続されており、将来的にスペースローンチシステムに搭載されて打ち上げられる予定である。アルタイル、正式名称は 月面着陸キルソムはアポロズき着陸機に似ている。4人の乗員を観測機材と共に送り込むことが可能とされた。アルタイルは再使用型では検討されていなかった。アルタイルの高火用推進系には4機の RL-10 エンジンを使用する。RL-10 はセントールロケットで使用された実績のあるエンジンである。新型の RL-10 は 着陸時に出力を10%から20%まで絞れるように改良される計画だった。このエンジンを使用したアルタイルは月起動投入と着陸を両方行う。上昇用のエンジンは単断式でオリオン CSM 同様に自己着火性推進剤を燃料とする。当初の計画では火星の大気と水素からメタンを合成し液体酸素、メタンを燃料とするとされたが、 実現のめどは立っていなかった。全体的に見て、経費削減のため、新規開発を減らし、既存の機材をつなげて仕立てた、アポロ計画の焼き直しとの見方がある。70年代に開発された、スペースシャトルに使用された機材の寄せ集めで90年代以降の、技術革新の成果を十分に取り込んでいない。乗員輸送機であるアスア i の第一弾に、 出力制御の困難な固体燃料ブースターを使用することに不安の声も上がっていた。2010年2月1日、オバマ大統領は2011会計年度の予算教書にてコンステレーション計画の中止を表明した。すでに約90億ドルが投入されていたが、アレスロケットやオリオン宇宙船の開発の大幅遅延があり、さらに予算配分の点で、 NASA の多分野や悪影響を与えているという懸念もあったためサブプライムショック以降の財政悪化を理由に打ち切られることになった。この中止によりアメリカの宇宙開発は基礎的な技術開発や無人探査などの持続可能な活動に重点を置く方向に転換された。なおコンステレーション計画の中止後も NASA の予算は増額される耳である。計画の取り留めによって スペースシャトル後継機の開発は白紙に戻り、アメリカの当面の有人飛行はロシアなど、国外の宇宙船に頼らざるを得ない状況になった。コンステレーション計画の中止に対するアメリカ国内の関係者の反応は賛否両論だった。宇宙開発におけるアメリカのリーダーシップを危ぶむ声がある一方で、予算を新技術の開発に充てる方針に賛同する者も,もいる。 一方で、オバマ大統領は計画中止を発表した直後の4月15日2030年代半ばを目標にした有人火星探査計画を発表している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。